はい、皆さんこんにちは。今日もドリフトスピリッツ楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価本当にありがとうございます。はい、ついにね、先ほどですが始まりましたドリスピグランプリですね。こちら、お知らせからね見ていきましょう。いくつか、来てますが、こちらからですね、はい、11日ね、14時から、まあ、先ほどから始まりましたが、ランキング報酬、仲間ですね、こちら、たこ焼き屋のみさきさんです。はい、効果、バトル勝利時に獲得できるレーシングスコアですね、が増加する賞ということで、でこちらはブラックスワンのセイ。ブラックスワンといえば、ボスバトルで星7になったばっかりの、ね、ハイスペック車両ですが、それに乗っていたセイ君。効果はバトル中の3本目のニトロはスーパーニトロになる。スーパーニトロですね、星4で、これはね皆さん狙う方おられますよね。必ずこれはオーダーですので、はい、ガチャを引くことになりますが、ぜひ欲しいんではないでしょうか。高速性能14、加速性能41、ハンドリング14ということで、やはりそのスーパーニトロでもね、この高速値、加速値、ハンドリング値のね振り分けで全然変わってくるはずですので、ただねスーパーニトロをたくさん持っているっていうわけではなくて、このあたりをね重視して揃えておられる方、育てておられる方たくさんおられると思います。今回の、ステータスはこんな感じですが、筋肉志向のマッチョ面らしいですが、マッチョのタケルさんですね。なぜか3、バトル勝利時に獲得できる経験値が増加するということで、まあ報酬でゲットできるのが美咲さんで、オーダーでゲットできる可能性があるのが、セイ君、そしてタケルさん、このお二方となっております。はい、そしてランキング報酬車両ですね、僕も大好きなポルシェのねパナメーラターボエグゼクティブエディションでしょうか、来ましたねこれ。いや本当にね、僕パナメーラ好きな車ですね。ポルシェの中でも好きな1台です。はい、星6戦闘力565ということで、順位など後で見ていきましょう。そして 86GRMN 解放されました。星7ね、待ってた方もおられると思います。僕も待っていたその一人です。はい、星6 1台しかありませんが、これがね星7になる可能性があるということも後ほどご紹介していくことができます。そうですね、せっかくなのでこちらまず皆さんにご紹介しますね。これね、前回のイベントで星7解放されたブラックさん、僕もねイベント終了時にこのように星7に解放することができましたね。アイレベ、そうですね、アイレベいくつだろう、アイレベ70の状態で、セッティングすべて外しましょう。すべて外した状態で622、戦闘力は622、ステータスはこのような感じですね。そして今僕ができる限りのセッティングをしたとすれば、まあ、泉ちゃんをつけて900を超えてきますね。はい、確か泉ちゃんを抜くと890後半だったと思います。まあ戦闘力としては全然ね低くなくていい、ね、総合値になっていると思います。この高速性能、加速性能、ハンドリング、ニトロ性能、このあたりはね、まあ、他のねレア車という車両たちにはね多少劣るところは確かにありますが、まあ星7になってね、このブラックスワン思い通りのね数値を出してくれて、まあこの先も使っていけるんじゃないでしょうか。僕はまあもともと好きな車なので、まあ、時々ね使っていこうと思っています。はい、こちらドリスピーグランプリのランキング報酬含めて見ていきましょう。グランプリポイント報酬はまあねこういうふうにいつもの通りガソリンタンク S があったりゴールドがあったり、そしてまあ GRMN も組まれています。そしてまあこのチケットを集めて、こちら今回の GP イベントチケットの GP オーダーは、はい、GRMN となっています。まあ86の
ZN6 そして GR-ML、 この2台がね排出されるということで、確率は星6の状態で、GRML 0.250% ありますね。で86が 0.5% で星5は 1% で86は 2% となっています。まあ何でしょう、レア車両がね含まれていると嬉しいですが、まあ 0.0 何パーセントとかっていう風にね、なかなか当たらない確率で、まあ、入っているよりもこういう風にね 1% とかでね結構当たる確率が高い状態でこの2台に絞られているっていうのはね意外と良かったりするんではないでしょうか。ということで、大事なものをねもう一つ見ていかないといけませんね。それはやはりランキング報酬、一番重要な部分ですが、まあ、デイ1からデイ5ですかねは、まあ、それぞれ違いますよね。まあ、デイ1の方は、まあ、ホイールチケット強化キットで、デイ2が、まあ、順位に応じてメダルと強化キット、そしてデイ3はこのねボスバトルとかでもそうですけど、みんな欲しい方いますよね、この交換許可券ね、これ3000円の方まで、そして以下強化キットそれぞれですね。そしてデイ4もメダルと強化キット、そしてデイ5はホイールと強化キット、そして最終ランキング報酬が、はい、パナメーラターボエグゼクティブとたこ焼き屋の三崎さん、そしてこの1100万ダウンロード記念チケット1000枚、会社交換許可券もあってのこの1位、2位3位どこまででしょうか。1000位までが、同じですが、100位までの方は、この交換許可券が入るということで、基本的にはですね、そうですね、ダウンロードチケットの、枚数は1000位の方までは一緒ということです。そして、車両ね、パナメーラターボエグゼクティブとたこ焼き屋の三崎さん、はい、3000位までがパナメーラゲットですね。でたこ焼き屋の三崎さんは、はい、1万円の方までゲットすることができます。で以下、まあね、1万円の方までが1100万ダウンロード記念チケット、それぞれの順位に応じて、まあ、枚数は異なりますがいただけるということで、1万1位以下の方はメダルと GP チケットを配布していただけます。実際今持っている先ほども話した GRML は、カーボックスかな、カーボックスのこちらからすぐ出てきてくれるといいんですが、ありました、星61台だけなんですよね。なので、まあ、ここもね開放されてます、星7ね。まあメダルを全部使うのはもったいないんで、イベントでねゲットできるだけゲットして、前回のブラックスワンを星7開放した時と同じようにね、イベント終了時前後かなに星7にできたらいいなと、はい、思っています。他に見るところあったかな、ディーラー、まあ、これがね先ほどの仲間ですよね、セイ君とタケルさん、はい、これは僕は引かないですが、そしてメニューお知らせ、アドオンステッカー、これね XD 車両で使える新たなアドオンステッカーを追加いたしましたということで、これ少し嬉しいですね。 XD 車両を制作しておられる方はね、一つ一つこうやって増えていくのは楽しみであると思います。はい、これからもねどんどんアドオンをね追加していってほしいですし、できればアドオンのね枠ですねをね増やしていただけたら嬉しいなと思っています。そして現在は、僕自身ですが、チームねシスタームーンの方でね、隊長亀隊長のチームでお世話になっています。前回はグレイさん皆さんの方でねお世話になって、とても楽しく、交流させていただきました。その次にすぐね来させていただいて、で少しねゆっくりさせていただいた後にまたねお呼びしてくださっているチームがあるのでね、そちらに伺って皆さんと交流していきたいんですが、またね毎地区遊びにおいでって言ってくださる方おられればね、コメント欄や
Twitter の DM やね、リプでもよろしいので、一言くださればね、嬉しいです。ぜひ遊びに行かせてください。ということで、簡単ではありましたが、たった今ですね、始まったイベントの概要とかね、そしてこのね、僕の大好きな、はい、ランエボブラックスワン、ついに星7にできたよっていうことのね、お知らせ含め、動画を撮ってきました。皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。